2019年、神奈川県で最悪の事件が発生しました。今回は犯人の生い立ちから裁判で下された判決までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる当時22歳の女橋本佳歩は埼玉県草加市で生まれ育ちました。橋本は中学時代から非行気味だったらしく、学校をサボったりタバコを吸ったりしていたようです。そんな彼女は高校に通っていた17歳の時に長男の A 君を妊娠出産しました。その1年後に高校を卒業した橋本は A 君の父親となる男性と結婚します。そして2016年頃にはこの旦那との間に2人目の子供となる女の子の B ちゃんを授かりました。悲しいことに、こうして生まれてきた B ちゃんこそが本件の被害者となる人物だったのです。 B ちゃんを出産した直後から橋本と夫の関係が悪化していきました。どうやら夫が橋本に暴力を振るうようになったみたいなのです。彼女は2017年1月に役所を訪れ、旦那から DV を受けていると相談しました。そのようにして家庭内のトラブルに対処しようとしていた橋本でしたが、最終的には離婚するということで話がまとまったようです。こうして夫と離婚した彼女は2人の子供を連れて家を出ていきます。そして2018年5月に神奈川県横浜市鶴見区へと移住し、母子3人での生活を送っていました。そのような日々の中で橋本は1歳年下の男田中聡と知り合います。橋本と田中はお互いに相手のことを魅力的に思っていたようで、ほどなくして交際に発展しました。橋本は8月9日に SNS 上でこのような投稿をしています。あ、彼氏できました。勘違いされるから先に言っておくけど、彼氏の年私の1個下です。男前でしょ。そのままの流れで田中と橋本は同棲をスタートさせます。こうして母子3人に橋本の彼氏である田中を合わせた4人での生活が始まりました。その後、橋本は田中との間に3人目の子供を授かっています。そこで2人は入籍する約束をしたそうです。このことからも一見幸せそうに見える彼女らですが、家庭内の状況は良くありませんでした。何でも橋本が長女の B ちゃんに手を挙げていたみたいなのです。そのことに気がついた橋本の母親は2018年11月に神奈川県横浜市の児相に、娘が子供を叩いているなどと相談しました。これを受けた区と児相の職員が家庭訪問をしています。この際に橋本は相談内容の真偽について、長女のおむつが取れずイライラしてお尻を叩くことがあると説明していました。そう話す彼女に対して職員は指導を行いました。家庭内での出来事は閉鎖的であるため、これがどれだけの効果をもたらしたのかは分かりません。実際以降も2人の子供をめぐる問題が生じています。この時5歳になっていた長男の A 君は保育所に通っていたのですが、2019年1月頃から1ヶ月間ほど休んでいる期間があったのです。ここで A 君のことを心配した鶴見区の職員が自宅を訪ねることにしました。この時には A 君の体調などに問題は見られなかったそうです。ただ職員が自宅を訪問した時に母親である橋本は不在で、同居していた彼氏の田中が対応する形になりました。この時に彼は母親の橋本が体調を崩していて送り迎えができないと説明すると職員を追い返してしまいます。その後も職員は電話で連絡を取ろうとしたみたいなのですが、橋本と田中のどちらとも話すことはできていません。いずれにせよ、ここでは特段の問題が見られなかったために鶴見区が何らかの介入をしたりすることはありませんでした。そのような中で事件が起こってしまいます。事件発覚のきっかけは3月4日に当時5歳の A 君が大雨の中、傘もささずに一人で自宅近くの自動車修理工場にやってきたことでした。びしょ濡れになった彼は工場で作業をしていた男性に、お母さんがいない、お母さんに会いたいと言って助けを求めます。 A 君の様子を見て心配した男性は、おじさんが家まで連れて行ってあげると言って彼と一緒に橋本家へと向かっていきました。ですが自宅に近づくにつれて A 君が不安そうな様子を見せるようになります。そして家の前に着くと彼は中に入るのを渋り、妹がいるの、皮がむけてるのと訴えました。この言葉を聞いた男性は何か危険な状況になっている可能性があると考え、警察に通報を入れます。それから少しして通報を受けた警察官や救急隊員が橋本家に駆けつけてきました。そして宅内に入って中の様子を伺います。するとそこには上半身をサランラップでぐるぐる巻きにされた状態で横たわっている B ちゃんの姿があったのです。しかもこの時彼女は体中にひどい火傷を負っていました。そこで救急隊員が直ちに B ちゃんを病院へと搬送し、治療が施されます。
これによって彼女は助かったのですが、もしあのまま放置されていたら命に関わる深刻な状況でした。事件が発覚した時点で保護者である橋本と同居人の田中は不在だったようです。この時2人は子供たちを放置してパチンコ店に出かけていました。娘が救急搬送されたことも知らずにパチスロを楽しんでいた彼女らが自宅に帰ってきたのは夜9時のことです。ここで神奈川県警は橋本と田中から話を聞くことにします。警察から昼間に何があったのかを聞いた橋本は B ちゃんが火傷を負っていた理由について、子供だけでお風呂に入らせていたら長女が水の出る蛇口を閉めてしまい、熱湯だけが出る状態になってそれを浴びた長女が火傷を負ったなどと供述しました。そして病院に連れて行かなかった理由については、治療費が心配だったと説明しています。ギャンブルをするお金はあるのに、娘の治療費はなぜ出せないのでしょうか。B ちゃんの上半身にサランラップが巻かれていたのは橋本による独自の治療の後だったそうです。彼女はインターネット上に転がった情報を頼りにして B ちゃんの体にワセリンを塗ると脱脂綿を貼ってその上からサランラップを巻いて放置しました。ただ、こんな方法で重度の火傷が治るはずがありません。適切な治療をせずに放置されていたがために B ちゃんはブドウ球菌敗血症を発症していたそうです。それから橋本は家に子供たちを放置していた理由についてパチンコに行きたい気分だったなどと供述しています。ここで衝撃の事実が発覚しました。なんと B ちゃんが火傷を負ったのは3月1日のことだったそうなのです。そして事件が発覚したのは3月4日でした。つまり橋本と田中は3日以上も大火傷を負った B ちゃんのことを放置して遊びに出かけたりしていたのです。この事実を受けた神奈川県警は3月5日に橋本と田中の2人を保護責任者遺棄の容疑で逮捕しました。当時の状況などから橋本が故意に B ちゃんに熱湯をかけたのではないかとの疑いも強まりましたが、証拠がなかったために傷害ではなく保護責任者遺棄の罪で起訴する運びとなっています。こうして2人に対する裁判が横浜地裁で行われました。公判の中で橋本は子供を3人とも引き取りたい、長女の手術は無事に終わって退院したと聞いて安心しましたと涙ながらに訴えています。しかし彼女が娘の治療費よりもギャンブルを優先した事実は変わりません。検察側は橋本と田中の2人に対していずれも懲役2年を求刑しました。判決公判は事件発覚から半年後の9月4日に開かれています。そこで横浜地裁は保護者としての自覚や責任感に欠け未熟というほかなく犯行対応は悪質で結果は重大と厳しく非難しました。また火傷を負った B ちゃんの患部にサランラップを巻く療法を行ったことについても被害児童の負った熱傷の範囲と程度に照らして適切な措置であるとは到底言えないと指摘しています。その一方で2人が別れて就業や自立を目指すとしている、被告が事実を認め事件当時の生活態度や育児姿勢についての内省を深めたと説明し更生の余地があるともしました。その上で橋本と田中の双方に懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しています。ここで執行猶予付きの判決が下されたため橋本らは刑務所に入れられることなく日常生活に戻ったようです。ただ子供たちと同居することはありませんでした。以降の彼女は東京で一人暮らしをしながらキャバクラ店で生活費や養育費などを稼いでいたようです。こうして全てが解決したかと思われましたが、本件の捜査を担当した神奈川県警はまだ傷害事件の疑いを捨てていませんでした。捜査一課は裁判が結審した後も密かに捜査を継続していたのです。そして捜査員が複数の医師に見解を求めるなどした結果 B ちゃんの火傷の症状は故意に熱湯をかけられるなどしてできたものだと判断されます。さらに事件が発生したとされる時間帯に現場となった自宅アパートには橋本以外の第三者がいなかったことも裏付けられました。これらの情報から捜査本部は橋本の誤って熱湯をかけたという弁解が不自然であると断定します。そして最初の逮捕から約4年後となる2023年1月11日に傷害容疑で25歳になっていた橋本の再逮捕に踏み切ったのです。こうして4年越しに2度目の逮捕を経験することになった彼女ですが、その後行われた取り調べに対してはやっていませんと容疑を否認しています。それ以降まだ続報は出されていません。いかがでしたでしょうか。まだ3歳の少女が大火傷を負いながらもろくな治療をしてもらえずに放置され続けたことで視線をさまよった事件、彼女と一緒に家に残されていた2歳年上の兄が近隣住民に助けを求めたことで事件の存在が発覚し少女は助け出されました。
もしこの時に兄が行動を起こしていなかったら妹の命は失われていたことでしょう。犯人の保護者には執行猶予付きの判決が下されたことで一度は終結を迎えた本件ですが、警察による執念の捜査を経て新たな展開を迎えています。それではご視聴ありがとうございました。